はい、皆さんこんばんは、百田です、百田直樹チャンネルようこそよろしくお願いいたします。ここ何も映ってないけど大丈夫？はい、映った映った映った、はい、こんばんは。はい、音色変えてません、橋本さんが何だか、こんばんはこんばんは、オツであります。ピカッとな、はいはい、香港のデモ途中の様子を見てる。あ、香港またデモやってるんですか。全然しなかった、私はほんまちょっとボケてますね、隣の席空いてますね。そうそう、有本香里さんがですね、急遽、9時ぐらいに、参戦していただくことになりました。はい、要高額納税者、いや私とりあえず高額納税者じゃないんですよ、実はもう税金の話はちょっとやめましょう。はいはい、税金の話怖いからね、そうなんです、税金がね厄介なんですよ。はい、橋本さんなんか必死そうですね。橋本さんもねちょっとあれと、ちょっとムキになりますよね。なんででしょうね。姉さん大好き、チューしたい。姉さんって誰ですか。あ、有本さんですか。有本さんチューしたら多分怖いですよ。はい。税務署、百ちゃん、ピカ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 って頭ね。はいはい。百田直樹チャンネルはこちらから。はい。準レギュラー。そうですね、準レギュラーですね。もう百田直樹チャンネルやめて、百田直樹、時々有本香里チャンネルにしましょうかね。はい。おっちゃんツイート降りた、あ、降りました。橋本さんと論争してですね、もう論争やめました。はい。もともとね、で、私、論争とかディベートとかで、ね、あんまり過ぎちゃうんですよ。私はもともと、ツイッターにも書いたんですが、もう、言いたいことを言う。もう、こういう人間です。言いたいことを言う。だから、言いたいことを言うたら、もういいんです。はい。ですからね、論争とかディベートとかやってね、相手をへこます、相手を説得させる、相手を説得する、あるいは相手をねじ伏せる、こんなんね、何もいいことないです。何の得もないんです。一円も得しない。だからね、相手を説得させる、相手をねじ伏せたら、それで、10万円でもらえるったら、これは頑張りますよ。もう、これはもう必死で頑張ります。で、これが、賞金100万円やったら、重くそやります。はい。もうどんな手でも使えます。はい。でもね、1円も儲からへんのです。はい。だからね、まあ、橋本さんといろいろ、まあ、議論というかね、まあ、ツイッター上でこう、まあ、論争というかな、まあ、ちょっと言い合いでもないかな、まあ、いろいろありましたけど、まあ、言いたいこと言うたんで、もう十分と、もういいと、はい、もう十分説明したと、だからあとはね、この説明聞いて、橋本さんが、あ、そういうことかと、分かってくれてねえし、分からん場合は、もうこれ以上説明を重ねても無理やし、はい、そういうことです。はい、引退撤回やな、引退ね、はい、引退ね、引退か、引退、もう引退か、寂しいな、作家引退や、ポチ、足立が情けない、そうね、足立さんももうちょっとダメですね、足立さんも、次回の選挙落ちるんじゃないですかね、なんかね、まあ、足立さん、別に嫌いじゃないんですけど、ちょっとね、なんか、おお、やるなぁ、さすが足立さんやなぁ、というようなことは、最近あんまり感じないですよね。で、むしろ逆に、え、足立さん何言うてんの、え、そんなん言うのというようなことが、若干多い気がしますよね。人間ドックの結果いかがですか。あ、人間ドックね、セーフです。肝臓の値もセーフ。それから、癌もなし。まあ、私、実はね、食道がんちょっと心配しとったんですよ、なんかね、最近こう、なんかここは詰まるような気がするなと思ってね、もしかしたらこれ、食道がん自覚症状かなと思って、で私ね、知り合いとか、そんなんで、食道がすっごい多いんですよ、で、本当に私のすごい親しい人でね、この3年か4年ぐらいでね、食道が2人になってるんですね。あ、もっとおるわ、もっとおる、3人おるんですよね、で、まあ、すごい親しい人でね、で、やっぱりね、食道がんって怖いんやなと思って、で、それがちょっとこう、これにちょっと、なんか使いがあったり気にして怖かったんですけど、まあ、カメラ飲みまして、胃カメラね、胃カメラっていうのは、やっぱり食道部見ますから、ギャーって見て、で、あ、胃カメラ飲んでてもね、そんな男らしくないですよ。私はもう全く男らしくないんで、先生にね、百田さん、胃カメラは鼻から入れますか口から入れますか、
うん、で私はどちらもいいです、おおどちらもいいですか、いや正しい正しい正しい、全身麻酔でお願いします、麻酔するんですか、もう最近の胃カメラすごい高性能なんで、もう腹から出たらそうでいきますよ、麻酔でお願いします、分かりました電車もね言うて、 ですからもう全然覚えてません、麻酔入れて、で麻酔入れてね、よかったわってね、今もう麻酔入ってんのって、まだ入ってません、じゃあもうそろそろ点滴入れます、麻酔液入んねえねって、はい、じゃあ今から入れますって、今入ってますよ、あもう入ってるんか、で僕はもう壁見とった、壁ね入ってる、さていつトロンとするのかなと思ってね、いつトロンとするのやろう、いつ眠たくなるのかなって、いつかなと、ただもうパッて目気づいたらもう百田さん、はい、もう終わってますよ、はい、もうこんなん、はい、もう全然分からない、結構麻酔すぎない、ほんでね、だからいつね、いつ目覚めるか覚えてないね、でだから今度からねやっぱりちょっとね、なんやろね、数を勘定しようかな思って、ほんならどこまで、だから1,2,3から、ほんなら自分が勘定した数をもし起きて終えたら、あ私5まで数えたなったら、ほんなら5秒で寝たことになるから、でもそれも覚えてないんかな、よくわかんない、だからもっと良い方はないかな、あそうや、例えばそう、日めくりカレンダー何でもいいけど、そんなんをめくるのちぎるのどうかな、こう麻酔ありました OK で、僕は日めくりカレンダーをベリ1枚ベリ2枚ベリ3枚ベリ4枚入れて、その時麻酔が効いたらもう勝つんですよね、ほんならそこで後でそのカレンダー見たら私が何枚めくってたかいうのが分かるから、これでいけるかなと、どうでしょう、飽きませんかね、百田先生大好き、嬉しいね、もう僕ね実は大好きとか好きとか言われるのめっちゃ嬉しい、高倉生活楽しかったな、あそうありがとうございます、高倉生活はね、私のもうね高倉生活ね今96万部でいきまして、あと4万部でね100万部、もうねもうそれをもう帯見た時にね、96万部帯見た時にね、いやなんであと4万部って100万部にせえへんかなと思ったんですけど、高倉生活これね名作なんです、アンケート取ろう、高倉生活読んだっていう人、読んでないっていう人、はいどうでしょう、高倉生活読んだ、渡辺さんもね、あ渡辺さんこうじゃありがとう、すいません、百田先生激しく好きって、激しくの字が激になってるかな、はい僕も好き、俺も好きな、あれで見た好き読んだ、はい、はいはいはい、1高倉生活を読んだ、1読んだ、2読んでない、はい、私の予想ではそうね 25% 読んだが 25% じゃあかな、はい答え見てみましょう、ドン、うわ25いってないかな、23.5%、読んでないが 76.5%、 はい、実はねこの高倉生活っていうのは私の短編集なんですけど、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ、でね文庫は、まあ、文庫ももちろん絵本審査で負ける、気分悪いな、今の一言はちょっと気分悪いな、星新さんはね確かにねショートっていう形でね、もう日本には、海外にあったんかな、日本には初めてのショートというものをこう持ち込んで、で1000以上作ってるんですね、ショートでもね、まあ、はっきり言います、私現役作家には あんまりこう評価はまあズバッと言わないんですが、まあ亡くなってる方なんではっきり言いますと、星新さんのショートは、非常に玉石混交です、でもっと言いますと、いやこれあんま言うたらあかんかな、これあんま言うたらあかんかな、微妙やな、まあはっきり言います、まあこれ個人の感覚ね、そんなおもろいですかっていうやつです、はいはい、中学生が読んだらおもろいと思いますけど、大人が読んでおもろいですかって、ところがここが重要、ところが、私も星新さんのねショート全部読んでるわけないです、それが多いんでね、ただいくつかね
びっくりするら傑作あります。いくつかはびっくりする傑作ありますけれども、それ以外は、まあ個人の感想ね、個人の感想あくまで、あおもろいこれいうのは多いですね。まあだからでも中学生ぐらいには、小学生か中学生にはすごく面白いと思います。星に点数つけて、星さんにね、打率悪いな、もう僕はあんまり打率高くないと思います。ただね、時たまね、とんでもない傑作があります。そうね、僕が、まあ、今すぐ思い出せるとも思い出せませんけど、すごく覚え、記憶にあるわけね、ある科学者がね、もう国家予算の大半を、大半というか、ものすごい莫大な国家予算を使って、あるすごい有名な科学者が、ある装置をこしらえるわけです。これは面白、これは面白かったね。で、その装置は一体何の装置かというのは、その、最高責任者の科学者しかわからないんです。で、もうこれはとんでもない機械なんで、素晴らしい機械ですってやつを作るんですけど、もうその、政治家も何も分からない。ただもう指ずろに金を使って、すっごい金を使って、とうとうそれを東京のどっから銀座からか知りませんけど、東京のど真ん中にドーンとその機械が据えるんです。で、一体その機械は何のための機械か全く分からないんですね。実はまあ分かったんですけど、まあ、その機械が、何のために使うかといったらね、そこにはね、大きな、その機械、ものすごい機械、大きな、どうしてたんです、そこにものすごい巨大な手があるんですよ。で、そこにボタンが1個だけついてる、まあ、ボタンというか、その機械の中にボタンがついてる、そのボタン、その機械には大きな手がついてるんですよ。で、それがね、一体このボタンを押したら何がどうなんねやろってみんな心配する。このボタンを押したらどうなんねやろ、どうなんだ、誰も怖がって押さない。で、その科学者はね、そのボタン、その完成と同時に死んだんですよ。で、まあ機械が設置されてるんですけど、これはどうにも分からない。覚えてる人います？この話覚えてる人おるかな。で、それがですね、ボタンがあるんですけど、もうそのボタンを押したら一体どうなるか誰も分からない。ほんで、みんな怖がって押さないんですが、とうとうある子供がね、そのボタンをね、ガシャッと押したんですよ。そうすると、みんな、うわ、一体ボタン押した、一体何がどうなったの、何がどうなったの、どうなるやろうと思ったら、その機械についての大きな手がですね、ギャ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 、一体何が起こった、何が起こった、この後どうなるのと思ったら、何にも起こらないんです。その後何にも起こらないんです。それでおかしいな、誰かもう一回ボタン押したの。ほらすると同じようにまた手がギャーって動いて、ボタンをまた戻すと、もうそれだけなんです。で、え、これだけかいなと、これだけのためにこんな巨大なものを東京のど真ん中で据えたんかい、こんなもんいらんやんけ、もうこれをのかそうと言うんですけど、それがね、のかないんですよ。のかないというか、それをどかそうとできない。ものすごいガッチガチガチにその地面にガッ埋め込んでるんで、もうどうしてものかそうとできない。ほんで、これをこの、どかすためには、もうまた莫大な予算がいってしまう。まあ、これは特に、まあ、置いてても無駄なもんじゃないんで、もうほったらかしとかいうことで、もうずっとほったらかしたもん。で、それで何年もずっとその東京のど真ん中でその機械が乗せてなってるわけ。ほんで、そうするとね、まあ、たまに、そこを、ある人がやってきて、ね、このボタンカチャッと押してるんですよ。まあ、ガーってボタンをキュッと戻す。それだけで。で、まあ、おのぼりさんとか子供とか、まあ、そんないろんな人が、まあ、たまにね、ああ、このボタン、例の有名な機械、またボタンを押して遊んでる、ボタン押そう、ギーってやってボタンをキュッと戻す。まあ、それだけのこと。で、それが、まあ、何年も、10年、20年。ね、さらに100年こう続く。その間もうずっと誰かが押すとギーってボタンをキュッと戻すという、それだけの機械なんですが、このオチが素晴らしい。でね、もうオチ言うとあきませんね。で、それで、とうとうある時人類が世界大戦争、核戦争を起こすわけです。はい、世界核戦争を起こす。で、そこでとうとう人類が滅亡するんです。人類が滅亡するんです。
そこらその機械はあまりにもガチガチに作ってたもんで、核戦争でもその機械は生き抜いたんですよ。ほんでところがその機械が生き抜いたところ人類が滅亡したもんですから、誰もそのボタンを押すやつがいないんですよ。それからずっと50年100年経つんですが、ある時その100年ぐらいした時にその風かなんか吹いてきて、なんか木かなんか転がってきて、そのボタンにカーンと当たるんですね。そうするとまたその腕がギーって上がってボタンをカチャッ てまたギーって戻すわけですよ。で、そうこうしてまたある動物がなんかピャッて、そこを通った。ほなまたそうするとまたボタンがギーってなってまたボタンカチャッと押す。でところが、その後何百年間だでもこの年月忘れましたけど、とうとうそのボタンを押す人物、いや人物はもう特にいないんですが、そのボタンが押されることなく何百年か過ぎるんです。それが100年やったかな、それが300年とか500年とか忘れた。それ何百年か過ぎるんですよ。千年やったかな、千年誰もボタン押さないまま過ぎるんです。その瞬間その機械が動き出すんです。何で動き出すかやったら、動き出すならね、その機械がですね、葬送行進曲を鳴らすんです。つまりその機械は人類が滅亡したなということをその機械が判断するんですよ。千年間誰もそのボタンを押さなかった、人類は地球から消えたなとその機械が判断して、高らかにというか大そかに葬送行進曲を鳴らす。それで終わりなんです。これはね、なかなかね、おおと思いましたね。これはちょっとすごいなと。はい、うん、あとね、僕もう一つすごい好きなやつがね、山口二郎すごいじゃんって、これ何のこと、山口二郎ってさっきから皆さん特段は山口二郎、山口二郎ってありますけど、山口二郎なんかあったんですか。はい、まあ後で教えてください。もう一つ次の話はね、これ前にしましたかな、不思議な料理人のペンダントという話、これ知ってると言いますかね、税金の無駄遣いなんですか、山口郎は。あのね、この話ちょっとしてもいい？料理人のペンダントって話がね、まあある金持ちがおってね、その金持ちがとにかく、美味しいもの食べるのが好き、もうとにかくもう超グルメ、ほんでもう美味しい、もう自分がもう舌が満足できるもんやったら、もうでもうどんな金使ってもええと言うと、もうそれが好き、もうとにかく美味しいもん、ありったらのも美味しいもん食い尽くした。ほんでもうなかなかもうないんか、もうこれ以上自分の舌を満足させるもんないんか言うてたら、その時にある部下がですね、社長とか言って、実は私この間あるとこでご飯食べたんですが、もう信じられないぐらいうまかったんです。で、いやもうぜひともこれどうかなと思いますって言って、ほんなら、え、そんなおいしいもんあんの、どこや、ったら、いやその、どこどこのその ガード下のどこどこの下町の飯屋です、食堂です。そんなもんが果たしてうまいかなって、もうこんな若いやつ言うこと信じられんなと思ったけど、でも本当にうまかったですから、まあしかし意外にそんなところでもおいしいもんあるかもかなと、で連れられて行くんです。ほんならね、見た瞬間に、何このボロい食堂、こんな下町の食堂でおいしいもんあるはずないやんけ、こんなとこ来て損した、騙されて損したって、ほんで、まあせっかくまあ来たから、まあ飯を食って行こうかって、まあ入って、まあ、そこの大将に、大将何ができるのって、いやうち定食しかできん、定食しかできへんのか、何や、メニュー定食、じゃあその定食くれやって、ほらその料理人が、あ、分かりましたって、機嫌の悪そうな顔してブスーっとして、うわ何この料理人、愛想も悪いし、しかも見ててもなんかもうすごい一流のシェフという感じせえへんで、いやしかしこんなんがなかなか美味しいもの作るかもしれない、ちょっと見とこうって、こう厨房を見のぞいた、ほらもうありきたりのもん、適当なもん食材使って、で中も適当なってことやって、はい、特になんかすごい隠し味使ってるけどなさそう、なんやろう、ほんまにうまいから、はい、できましたよって言って持ってきた、全く普通の定食や、よくある定食や、こんなうまいはずないやんけ、あ
今日は騙されたな。で、それで食うんだ。ふにゃふにゃと。ほら、食べた瞬間に、何これ、これなんや、この味。こんな甘いもんあるのか、ええー、と思って、親父、これうまい。の親父、あ、そうでっか。そうでっか、あらんか。これうまいって、ぐーくうまー、今までわしが食うてきたグルメは一体何やったやと。グルメというか、今まで私が食うてきた美食は何やった、こんな甘いもんがあるのか、親父、こんな甘いもんがあるのかって言ったら、ああ、そうですか、ありがとうって言って、いや、これはすごいと。いや、すごい。ほんで、なんと、いや、ほんで、親父、この秘訣教えてくれ。秘訣も何もおまへんがね。もうあんた食べの、私が作るの見てたでしょ、別に、どうちことないですよ。いや、これはすごい。ほんでも、その社長、それから、もう、毎日のようにそこ行くわけです。もうとにかく食ったら、もう次の日だったら、まあ、あれが食べたい。また行く。え、そこで食べる。おいしいと。で、とうとう、もう、親父、教えてくれと。この秘訣は何やと。何があんねんって。いや、もう秘訣も何もね、別に普通に作って、普通に私は作っただけですわ。で、ね、料金もね、もう大した料金じゃない、普通の料金です。ほらもう、いや、なんかあるやろと。なんかあるやろと。わしも、もう過去今まで美味しいもん、みんな食ってきたやと。でも、この味は違うと。お前、なんかあるやろと。ほんなそのおっさんが、わかりました。そこまで言うんやったら、教えますわって。教えるわけです。なんだやって。実はね、私これ、ペンダントしてるでしょと。ああ、してるなと。最初から、料理人として珍しいな。なんかペンダントしてるの珍しいな。実はね、このペンダントがその秘密ですね。で、このペンダントをつけてると、何作ってもめちゃくちゃうまいんです。で、私は別に料理人の腕ちゃうんです。このペンダントはその料理の秘訣なんです。嘘と思うんですけど、ところがそのおっさんは実際に何作ってもめちゃくちゃうまいんです。で、見てたら普通なんです。作り方がね。で、もうおっさんの言うことを信用するしかない。で、分かったと。その社長がね。そのおっさん、おっさん、そのペンダント売ってくれって言うんですよ。分かりました。いや、ほんまに欲しかったら売りましょう。ただし、高いですよ。いや、なんぼ高うてもええ。で、その値段、おっさんの、ね、その料理人の言うた値段が、もうベロ玉飛べてるぐらいの値段だったんです。そんなすごい値段。いや、しかし、これ持ってたら俺はもう一生、もう何作っても、最死ぬまで美味しいもん食える。どんなもん作っても、よし、わかった。それ買おうって言うて、その社長、もうものすごい値段でそのペンダント買うんですよ。で、そのおっさんがその値段お金もらって、分かりました。で、そのペンダントとしてその社長のペンダントにかけるわけ。これであなたは何を作っても世界最高の料理を食べられます。ありがとうって。で、その料理人は、いや、もうこんだけの値段もらったから、もうあなたにこの店もついでに売りま、この店もついでにプレゼントしますわ。あら、ありがとうって言って、ほら、もうその社長、もう喜んで、もうペンダントつけたわけ。これで俺は何作ってもいいんだって言ってね。そして、そのペンダント、その早速その店の厨房に入って、作るわけですよ。料理をガー作って。さあ、作った。できた。もうこれ最高の料理は俺が自分で作れる。自分で作った料理はもう死ぬまでもう最高や。で、そのさ、その料理を食うんですよ。食ったら、まずいんですよ。まずいというか、全く美味しくない。え？何これ？全然美味しくない。これどういうこと？これ全然美味しくない。なんじゃこれ？全然。おい、これ。おい、親父。作っても全然美味しくないないか。これどういうことなんや？どういうことなんや？って。まあ、その親父が。このペンダント。実は、一つ秘密があります。世界最高の料理が作れるんです。ところが、その世界最高の料理を作った本人だけが味わえないんです。実は、私も、かつてのあなたと同じように、このペンダントをつけた男から、ペンダントを買ったんです。世界最高の料理を味わいたいと思ってそのペンダントを買ったんです。ところが、もうじゃあこのペンダント外すわ、これいらんわ、外れるんですよ。
どうしてもペンダント外れない。そうなんです。そのペンダントは一度つけたら外れないんです。そしてそのペンダントを外すときには自分が買った値段以上の値段で売らない、それを買うという男が出ないとそのペンダントは外れないんです。ってこう社長大ショックです。はあ、そうやったんか。でそこでそのペンダントを売った元料理人が言うんで頼むんです。社長、最後の一つお願いがある。今社長の作ったその料理俺に食わしてくれないかと。もう一度その料理を味わいたいとずっと思ってたんだ。それを食わしてくれ。まあそれでオチなんですが、これね、私が読み終えた時にこの物語は単に料理のペンダントだけじゃない、もっと深いものがあるんじゃないかと思ったんですよ。それは何かと、つまり僕はね、これの時に芸術家じゃないかと思ったんですよ。例えばね、芸術、例えばね、ただそうですね、もう呼んだ人がうわっと、これはすごい、やられた、この物語、このどんでん返しにやられた、すごい、世界最高のミステリーだ、最高だと思う読者がものすごいだとしましょう。でもそのものすごいどんでん返しにうわーっと思ったそのミステリー、そのどんでん返しの凄さを味わえない人が世界に一人だけいるんです。作者です。作者はおっとすげえという味わえないんですよ。あるいは何このラスト、このクライマックス、うわ感動、うわあと泣く、あらゆる読者は泣く、ところがそれを味わえない人が一人いるんです。著者なんです。著者は味わえないんです。はい。あるいはね、あのマジシャン、もう世界最高級のマジシャン、あるマジシャン、マジックをやってる、マジックは全部ネタある、うわまるで魔法だ、ファンタジーだ、うわーという、もうあらゆる観客がキャーヒェーと、なんという魔法も素晴らしい。でもそのマジックを、その感動を味わえないやつが一人いるんですよ。そのマジシャンなんですよ。ですからね、この世界最高の料理を作れるペンダント、これはこれいわゆる芸術家の悲劇かなという感じがしたんです。まあ、星新一さんはね、そこまで考えてなかったかもしれない。でも私はその物語を読んだ時にそれを感じたんですよ。はい。ですから、まあ、私ね、星新一さんのことを前半悪口言いました。悪口というかね、私個人的には星新一さんはあんまり高く評価してないんですよ。あの、千いくつある作品の中でね、まあ、実は正直言うと9割ぐらいが大したことないと思うんですよ。でもね、何パーセントかね、もうおお、これはすごいぞというような作品があるんですよ。まあ他にもね、私が星新さんの価格で傑作というやつがいくつかまだ他にあるんですけどね。まあそれやってみるとね、明日は星新さんの本ばっかり売れて私の本が売れないということになるんですけど、まあまあそんなことで、でただね、なんでこんな話になったんだったら、私の幸福な生活の話からなりましたね。でもね、幸福な生活はね、もっとレベル高いです。あの、まあ、星新さんの物語より、あの平均アベレージ、あくまで私個人やからね、アベレージで言うと、もうまあはるかにレベル高いです。もう相当深いです。面白いです。もう打率はそうですね、打率というか、まあ打率はまあ8割は超えてます。中にいくつか、どうなんかないうのもちょっとぐらい混じってますけど、でもね、混じっててもね、まあ、それなりに面白いですよ。はい。本当に緩急つけてね、もう背筋がゾーッとするのもあれば、最後にわーっと笑うやつもあれば、もう、ああ、気持ちいい、この笑い方気持ちいいいうのもあれば、もうそれぞれね、いろんな話があって、まあ、かなり私の短編集、まあ、短編集なんですが、もう相当レベルの高い短編集だと思います。いくつかはね、そのうちの、そうですね、全部で19話あるんですが、そのうちのね5話ぐらいは大傑作があります。はい。5話ぐらいはね、世界的レベルの傑作かなと思う、まあ自分でね思うぐらいの傑作がありますね。ですから例えばロワルド・ダール、あるいはサキ、あるいは他にもっとおるかな、
まあそういう。